ありがとうございます。主催者の皆様、この機会をいただきました、機会いただき非常に嬉しく思っております。京都に来ることができ嬉しいです。今日この話をしていきたいと思っています。まず最初に技術、続いて物理学、そして数学の不合理な有効性、続いて私が仕事してきたベル研究所についてどんなところだったか紹介をします。またベル研究所の中にあります数学研究センターがありました、その話をし、そして最後将来のコンピューターとのつながり、特に量子コンピューターとのつながりについて話をしたいと思います。まず私は純粋数学、応用数学両方やってきましたが、応用数学について私がベルラボで経験したことを元について話をしたいと思います。私が仕事したベル研究所というのは AT&T という電話会社の研究開発部門でありました。ベルラブの仕事というのはコミュニケーションネットワークを常に改良すると同時に先を見越して革命的な発明をも目指すという研究所でした。今誰でもコミュニケーションを取ることができます。スマートフォンがあります。セルラー方式のスマートフォンというのは非常に複雑な技術が使われておりますが、誰でもが使えるようになっています。基本的には双方向の無線とコンピューターです。一番新しいスマートフォンですと20億個のトランジスタが入っています。で、一番新しいトランジスタですと14ナノメーターですから、原子70個分ぐらいの大きさしかありません。ただこれと数学とどのように関係があるのでしょうか。電話をする音声であったりビデオを送るときに、まず音声は電話の中で電気信号に変えられます。そしてそれがさらにデジタルシグナル0か1に変わり、そしてさまざまなデジタルの数学演算を行います。今日はたくさんのキーワードがありますけれども、説明しきれない分があるかと思います。ウィキペディアも後で参考にしてください。この電気信号は標本化され量子化され0か1になります。そして圧縮に押しかけて上旬性を残り、ビデオシグナルというのはもともと非常に大量であります。ただ一つ一つのフレームの間の変化は小さいですので、その辺を圧縮するということ、またプライバシーのために暗号化することもあります。そして最後に符号化する、これはエラー修正のためです。向こうで受け取ったときにエラーが修正できるようにということです。続いて変調電波を使って伝えていきます。これマイクロ波でセルラーのベースステーション基地局に送ったり、あるいはワイヤレスの無線のルーターに送ることもあります。変調するというのは周期的な波形を持ったこの波について少し形を変えることで、送りやすくするという方法です。こちらはワイヤレスの場合です。無線のシグナルがルーターからやってくる、これは暗号化がかかっていることもあります。それからモデム、ここにモジュレーターがあり、モジュレーターがあります。で、送るとき受け取るときにモジュレーターリモジュレーターが働きます。これはこのセルラー方式で車の中で運転をしている最中に電話をかけているときに、この電波のシグナルは一番近いタワーに送られていきます。それはそれぞれの人に対して別の周波数が当てはめられて割り当てられていますので、同時にたくさんの人が電話を使うことができます。そして別のセルラーの基地局の範囲に入りますと、また別の周波数が当てはめられるんですが、割り当てられるんですが、
これはトランジスタが急速な切り替えを行うことができます。インターネットで送るときにはデータはパケットに分けていきます。ヘッダーがついております。メッセージを小さく分けるということです。そしてその小さく分けたパケットがインターネットネットワーク上をいろいろなところを通って、そして相手方でもう一度集められ、そして向こう側で電話のシグナルに信号へと変えられます。いずれも非常に多くの数学が使われて電話ができる、スマートフォンであっても暗号化するなどいろいろな作業が数学を使って行っています。こういった数学の演算の方法そのものはもっと昔からあったんですが、ただスイッチングをするスピードが遅かった、あるいは小さくすることはできなかった。しかしトランジスタが革命家的に小さくなり、チップが小さくなり、マイクロプロセッサーという形で非常に多くのチップを搭載することができるようになりました。トランジスタというのは基本的にスイッチであります。非常に急速にスイッチングをすることができる、やらなければいけない数学的なオペレーションをすべて一つのデバイスの中で起こることができます。今では非常にトランジスタのスイッチが非常に速くなりました。また光ファイバーが使えるようになりまして、大量のデータを送ることができるようになりました。光ファイバーというのは直径は人間の毛髪ぐらいなんですけれども、非常に純粋なガラスでできておりまして、清掃されたレイヤーをなしているグラスファイバーです。真ん中にコアがあって、そして外側にもう一つ層があります。そのリフラクションインデクション反射率が違う外側がありますので、この光の波は内側のから出られないようにきちんと閉じ込められたまま届けられていくという特徴を持っています。まずこのように数学の研究というのは非常に長く行われてきて、そして間を置いてそれが製品として活用されていくということであります。続いて数学の不合理な有効性について、ユージン・ウィグナーというノーベル賞を取った物理学者が書いた論文のタイトルです。自然科学における数学の不合理な有効性というふうに論文を書きました。 Google で探せば載っていると思います。世界には頓迫するような複雑性があり、ただ一番明白なのは将来を予測できないということなのだ。しかし非常に限定された特別な場合であれば、自然界の法則を使ってこの量的に正確に将来を予測することができる、ただ限定された状況においてであります。すなわち変数が限られていれば予測できるということです。こういった法則を見分けて、そして発見するということ、経験自体は混沌としておりますので、すぐにできることではありません。こういった法則を見つけてより広げていこうというのが科学の取り組みであります。なぜ数学の方程式で正確に自然界の法則を記述できるんでしょうか。ニュートンの万有引力の法則というのがありました。距離の2乗で割るというような計算でありました。そして月の運動から 4% の範囲まで彼は正確に予測することができました。もっと現代であれば細かく実験できますので、 PPM のレベルまで正確になりました。なぜそれができるんでしょうか。
自然科学における数学の有効性というのは神秘に近い、理性的な説明はほぼ無理だというふうにウィグナーが言っています。ではここからそういった例を見ていきたいと思います。まず電気と磁気についてです。これはマイクロ波における伝送の基礎になるからです。1820年にエルステッドはワイヤーで電流を流すと近くのコンパスの針が触れることに気がつきました。で電流を流したところ近くにあったコンパスの針の方向が変わった。素晴らしい発見でした。これまでその当時誰も電気と磁気が関係あるとは思ったことがなかったからです。このあとこの発見が報告されて、英国のマイケル・ファラディが彼は非常に実験が得意だった方なんですが、研究をして自分がやった実験についてうまくいったものいかなかったものすべてきちんと報告を続けました。何がうまくいかなかったということまで報告してくれたのは素晴らしいと思います。ファラディは電磁誘導を発見しました。動く磁場があれば近くにあるワイヤーで電流が誘起されるということであります。彼は数学者ではなかったので書く方法がなかったんでしょう。力線という方法を使いました。ファラデーケージというのがあります。部屋を電磁放射線から守る方法です。メタルの壁にしておけば中に外から電磁放射線が入ることはできませんし、その逆も成り立つというのがファラデーケージです。スコットランドの物理学者マックスウェルが1873年に電気についていろんなことをもう一度研究し、そして電気と磁気についての方程式を発表しました。ファラディの現象を自分自身でもう一度実験をして、20のこのヘビム方程式を書きました。時間の変化に応じてどのように場が変わっていくかという電磁場の変化について予測をしました。初めてのフィールドセオリーであります。U1 と言われている今の現代の物理学の標準理論となっております。それから方程式を書いて、そして解があるということを予測しました。横波の電磁波は電磁、電場、そして磁場として振動し一定の速度で進んでいくと、この電気的な定数の測定をしたところ、そのスピードが光のスピードに近いということが分かりました。そしてマックスウェルは予測しました。可視光は電磁場であろうと予測したんです。この電磁場の振動についてそれを可視光とつなげたというのは非常に驚くべきことだったと思います。左側にあるのが光速、光の速度の推定があります。マックスウェルの方から取ったものです。この実験を空気中などで行いました。右側にあるのが電磁波の速度を全く違った実験で計算したものです。で単位もを見たところ数パーセントの範囲で非常によく似ているというふうに感じた。そして彼の予測を出したのだと思います。さらなる実験が必要であろうということを彼も言っております。つまりマックスウェルの方程式
はこの不合理な有効性の非常に特徴的な例である、典型的な例だと思うんです。ヘインリッツ・ヘルツはドイツの物理学者です。で、数年後にそのアドバイザーヘルムホルツに言われました。マックスウェルの電磁力のマックスウェル理論をテストしてほしいと、つまり光が電磁波かどうか試せということです。マックスウェルはもう亡くなってしまって自分で実験はできないからということでした。87年にヘルツは波長1メートルの電磁波を生み出しました。だいたい1メートルです。これはラジオ波です。そしてそれを大きな部屋で行い、アンテナを入れました。オシレーターで動くアンテナを使いました。ダイポーラーのタイプです。そして定常波が出てきた、ちゃんとした波長である場合です。そしてスパークをクレストのところで取り出すことができました。そしてトラフにあるときには何も得られなかったということでした。その他のあらゆる解説についても屈折についても調べました。そしてどのような振る舞いをするか、通常の光と比べてどうかということを見ました。この実験をした後でも使い道が全くないと言っています。単に実験をしただけでマックスウェルが正しいことが証明できただけである、こんなふうな不可解な電磁波がある、けれども目に見えない、それだけなんだと言っていました。でもこれはすっかり間違っていると言えると思います。ということで電磁スペクトラムのお話をしたいと思います。さまざまな周波数があります、波長があります。毎秒ごとの振動数で測る、それをヘルツと呼んでいるわけですが、周波数とそれから波長の関係、これは掛け算です。そしてそれが高速であるということです。2億9979万2458メートル毎秒です。これがこの1メートルの長さの定義ということになると思います。この高速非常に短いもの、例えば可視光であれば 5×10⁻⁷倍、もう少し長い赤外線、これは可視光外ということになります。光ファイバーで使われている、もう少し波長が長いです。マイクロ波はさらに長くて、この周波数は携帯電話、それからレーダーで使われています。ラジオ波はもっと長くなっています。インターネットで見てきました。いろいろな光があるわけです。非常に短い短波のものから、そして赤外光があって、レーダーがあって、そして FM また AM まであるわけです。より長い波長になります。ただこれらの波は見ることができない。マックスウェルが予測した通り存在はしているということです。多くの携帯電話は割り当てられたマイクロ波1850〜1990MHz で動いています。で、波長は 15cm です。で、これは電子レンジのヘルツと非常に似ています。だいたい 12cm ぐらいの波長です。では問題となるのは、携帯電話を使ったりラップトップを使った時になぜ皆さんの体が調理されないのでしょうか。使われている電力が極めて低いからというのが答えです。これが電子レンジです。電子レンジには金属の壁と金属のメッシュが前についています。で、これがファラデーの箱のような働きをします。放射エネルギーを中に閉じ込めておくのです。このメッシュ、網が必要です。マイクロ波が外に飛び散らないようにするためにです。マイクロ波の波長よりもずっと小さな穴でなければいけません。波長がずっと短いということが必要となるわけです。しかしこれは可視光を止めることにはなりません。そしてこれで定常波を電子レンジの中で作ることになります。先ほどの実験と非常によく似た形です。波が補強強化されるところではエネルギー力が高くなりホットスポットになります。それ以外のところでは熱が出ません。波が打ち消されるからです。ということで電子レンジの下にあるターンテーブルは必要なんです。中に入れたものを動かしてホットスポットだけに集まらないようにする、均質な加熱が必要だからです。で、この熱、加熱ですけれども、特許は1937年にベルケンによって取られたんです。電子レンジの技術を使って、そしてある電気、携帯電話、失礼、電話のパーツを作ろうとしたというのがそもそもの始まりでした。ではベルケンについて少しお話をしたいと思います。駆け足でいきます。
私がベルケンで仕事を始めた頃、1970年代の初頭ですが、これ電話会社でした。そして AT&T はアメリカの9割をカバーしていました。従業員は100万人になり、ベルシステムと呼ばれていました。また生産ではウェスタンエレクトリックが行い、そして研究開発はベルケンが行う。流通に関しては地元の電話会社が担当するといった形での構成でした。で、独占はしていましたが、これを政府がコントロールするという形でした。 AT&T の目標としては、誰でも使えるコミュニケーションサービスをということでした。そして今私たちはそれを手にしています。世界中であらゆる人たちがコミュニケーションを行うことができる。インターネットもそうです。また非常に小さなデバイスも存在しています。つまりベルケンはそのミッションを達成したということになります。それとともに世界を、そしてベルケン自体も姿を変えることとなりました。分割がどんどんと進んでいきました。その間 AT&T は規制によってベルケンに対してそれをサポートするためにしっかりとした資金提供を行ってくれました。さまざまな専任の研究者や開発者がたくさん集まることになったのです。予算の1割は研究、9割が開発ということで、研究自体はあまりそれほどたくさんの予算を取っていたわけではありません。これはベルケンの写真です。ニューヨークのダウンタウンにありました。その後移転をしまして、ニュージャージーに移りました。これはムリーヒルにあるベルケンです。私もこの左側にある建物で仕事をしていました。右側がラボでした。物理学、それから素材科学などがここで研究をしていたんです。ベルケンには他とは異なった形で研究者たちが分野を超えて協力できるようになっていました。さまざまな分野にいる人たちがやり取りを積極的にできるようにということで、コミュニケーションの壁を打ち崩すための取り組みが行われました。物理学者やエンジニア、それからラボのテクニシャンに至るまで、みんな集まって問題を解決しようとしました。例えばそこで働く人たちはお互いのことを下の名前で呼ぶことがルールとなっていました。そこの職場に入った最初の日からです。ということで、アーノルド・ペンティアスという研究のヘッド、あとでノーベル賞をもらった人ですけれども、彼のことをファーストネームで読まなければいけなかった、アーノルドと読まなければいけなかった、ちょっとビクビクしました。またいろいろな分野で専門とする人たちが一緒にオフィスを構えるということで、でいろんな分野の人たちが、そこで働いている。またドアも開けっぱなしです。また長い直線の廊下があって、そこでいろんな分野の人たちと偶然の出会いがたくさんあったわけです。職場の風土なんですが、背景が違うからみんないろんな考え方をするんだったという考え方でした。エンジニアというのは作りたい、機能するものを作りたい、その時に既存の材料を使って機能するものを作りたいと考えます。したがって、制限条件は既存の材料です。物理学者は予測をしたい、現実の世界を正確に記述したい、そして実験でその予測を実証しなければいけない。世界トップの物理学者が世界トップの材料で研究していました。数学者というのは証明したいんです。完全に間違いなく理想的な問題を厳密に証明したい。証明した後にこれがいかに世界に応用されるかということが出てくると考えます。正確に説明できたかと思います。ベルケンでは非常に重要な発見がなされました。技術面での発見いくつかあります。まずトランジスタですが、1940年代にバーディン、ブラティン、ショックリーが発明しました。ノーベル賞も取りました。当時ベルケンではこの電話のスイッチングを機械方式ではなく電子方式に変えようとしていたから、これが開発されました。ソーラーセルは
1946年に発明され、そして実用化できるものが1954年に生まれました。砂漠にある電話線の中継機の電力源ということで、この超遠いところにあるリピーターの電力源として考えられました。レーザーですが、可視光の光増幅器として使われています。そして今はインターネットの背骨であります光ファイバーで使われています。続いて宇宙マイクロ波背景放射、これはビッグバンによる放射でありますが、1964年にペンジアスとウィルソンが証明しました。ノーベル賞を取っておりますが、もともとこの研究というのは ATT のマイクロ波通信に干渉するノイズレベル、マイクロ波のノイズレベル、背景レベルを決定しようとして研究を始まっているんです。もともとは電話の開発研究開発として始めているんです。1900年頃オペレーターがこのようにプラグを入れたり外したりして交換をしています。1937年の写真です。機械式のクロスバーのシステムです。電気を使ってこの機械的な接触をするという方法でスイッチングをしています。これが電話の回線の一部でありました。そのためにビルが必要でした。今では電子スイッチング、トランジスタの技術を使って1970年代から使われています。この建物はニューヨークのダウンタウンにあります。窓が一切ありません。まるで将来の建物のようですが、中にあるのは非常に大きなスイッチングマシーンです。マンハッタン島にこういった施設も実はあるのです。では私がベルラボでどのような研究をしていたかという話をしたいと思います。まず1974年に、完全に純粋数学で博士号を取りました。先ほど砂田先生がおっしゃったような数の理論に関連する部分でありました。で、論文も書きました。そして仕事はベルラボです。で、研究者ではなく開発部門で就職をしました。オペレーションリサーチ、そして応用経済学の部門で仕事をしました。少しそういった分野で経験があるというふうに思ったからです。続いて数学研究センターに移り、5年間ずついろんな分野で仕事をしました。この演算複雑性コンピューター科学です。それから最適化関連のアルゴリズム、オペレーションリサーチ関連、続いてウェーブレッドの理論について、そしてこれはまあシグナル処理と関連があります。続いて数学的な理論としての準結晶の分野でも仕事をしました。物理学とつながりが強い、このように仕事をしてきました。私はいろんな分野をつないできたと思います。違った研究分野の間のつながりをつけることで非常に有用な発見につながります。お互いの分野が新しいアイデアを受けることができます。ある分野で古いアイデアであっても他の分野に行けば新しいアイデアになることがあるからです。ではベルラボにありました数学研究センターについて紹介します。この研究センターには50名ぐらいの研究者がいて、その役割は数学分野でビジネス関連の新しい成果を出すことでした。経営陣から一部の人は長年にわたって長期のプロジェクトをやってもいいという人もやりましたし、そして応用分野に特化して仕事をする人もありました。非常に理論的な方から応用に近い方までさまざまな研究者がいました。で、背景としてはこの数学だけではなく物理学であったり遺伝子工学であったり、一般的な数学としての理論を作るということ、それからアルゴリズムを作るということ、両方やっておりました。 ATT がかかるさまざまなビジネスの問題の解決のを助けていく、そして数学的な問題で必要なコンサルテーションを行うというのが仕事でした。
森先生は純粋数学と応用数学の間に境界はないというふうにおっしゃいました。私もそうだと思います。純粋数学というのは新しい内部構造をそれのために研究します。新しい構造、新しい構造間の関係を見つける新しい手法を探すというものであります。動機づけは美しい、そして好奇心がある。自分がそういったものを見つけたいけれども、見つけたときにそれが何の役に立つかはまだわからない。ただできますと、その結果ウィジェット、すなわち数学的なウィジェットとしてストックルームに入っていきます。では応用数学というのは何か。これはゴールを指向して問題を解決しようというものであります。応用的な問題について、これまでできたウィジェット何の役に立つかよくわからない新しい考え方に何か使用目的を与えようとします。ただその段階でもまだもう一度ストックルームに入ってしまいます。時間があまりありませんので少し飛ばしながら話をしていきたいと思いますが、ベルラボが全く新しいコンセプトを導入してきました。例えば行列待ちの理論ですとか、これはインターネットのシステムを解析するために、あるいはその通話の接続待ちの解析にも非常に重要です。そしてシャノンの情報理論がありました。彼は情報を定量的に測定できるというふうに考えまして、これをエントロピーというふうに呼んでおります。またこのエラーのある通信チャンネル上で信頼できる伝送をする速度には上限があるということを予測しました。また理論的にはエラー修正コードでエラーを検知し、そして修正すれば、すなわち冗長性を入れてエラーを検出し修正すれば上限まで達することができるように言いました。続いて符号化コーディングの理論です。砂田先生もお話にあったように、これはコーディング、ディコーディングの方法として非常に有効であります。このメッセージのストリングに冗長性を入れるという賢い方法です。で、このエラーを検出する際に数学は有効であるということを砂田先生がお話しされました。コードを良くする、そしてエンコーディング、ディコーディングの方法の改良を探り、どうやったらシャノンの上限に近づけるかということは検討されてきましたが、早く計算できなければいけないということが制限要因となってきました。でも今は IC があり、そしてコンピューターが非常に進んだので、ノイズないしに写真でも何でも高速に交換することができます。数学センターはコンサルタントの役割もしていました。 ATT がいろんなビジネス上の問題があるときに、その問題を定式化し、そして数学的に答えが出せるかどうかをまず考えました。イエスというのは数学的な手法で問題を解決できるだろうというときです。で、応用数学の研究者が解決方法を考える。ノーというのは、こういった問題には数学的な理論はない、あるいは理論があるけれども解を出すには難しすぎるというような時、この時にはアプローチを変えて問題を解決しなければいけないということになります。いずれにせよ新しい数学研究となりました。イエスであれば応用数学を適用する、ノーであれば純粋数学としてさらに研究するということになります。コンサルタントとしての役割の例を一つ紹介します。ビジネス上の問題が発生していました。セルラー方式の基地局の ATT は規則が変わったので、新しいチップを使わなければいけなくなりました。それで信号処理をするということだったんです。ただこのチップを入れても他の信号処理の方法と互換性がないということを知らずに設計してしまいましたので、電話が切れる率が増えてしまいました。
ただ基地局で使っているそのチップが入っているボックスというのは非常にしっかりしたものです。たくさんのネジで止められておりまして、チップ中のチップを入れ替えようと思ったら工場に送り返していけなければいけないということで何億ドルもかかるだろうという推定でした。これがこのセルフォンの基地局のこのようにアンテナ前にあるのがアンテナです。ヤシの木のような風に仕立てられておりますけど、後ろに本当のヤシの木が見えると思いますが、このある数学センターのメンバーはこのソフトウェア的に解決できるということは分かりました。ボックスの外側にプラグインチップを入れて、そのチップの方でプログラムを変えておけば大丈夫だということが分かりました。ベースステーションを工場に送り返す必要がないと。これはいいということを会社としても認めてくれました。まあ、たまたまこの数学者がもともとそのボックスの設計を知っていたからできたことでもありますけれども、上司は非常に嬉しく、そしてマスセンターその1年だけでなく数年にわたってサラリーを払うだけの成果があったというふうに認めてくださいました。時間があまりありませんので、カラマカのアルゴリズムについて簡単に、これはこの線形プログラミングの最適化の新しい方法であります。商業的な応用がたくさんあるというふうに考えられています。ビジネス上の応用があると、会社がスケジューリングをする、あるいはフライトのスケジューリングをする、非常に重要だということで、ニューヨークタイムズ紙のフロントページに記事が載ったりもしました。でその方法ですが、高家のある点に到達したいというとき、昔であれば外を行っていたんだけれども、新しい方法では内点をたどるということです。これは2次元ですから、実際この100万のディメンション、次元があるということです。でこの内転法が今では30年経ってさまざまな形で使われています。線形プログラミングのパッケージにも入っていますし、シンプレックス法にと一緒に使われています。両方とも非常に有効であることが分かりました。またここで申し上げたいのは、アルゴリズム、純粋数学との関わりということ でこれは代数幾何、それから化石分のハミルトンの力学系などとの深いつながりもあるということが明らかになっているわけです。でこれは純粋数学であるということ、そして間違った方向としては、最初の10年15年行われた研究ではアルゴリズムのスピードアップばかりが見られていた。それでは難しかったわけです。しかし純粋数学を使って今でも後からやってみたことの証明ができるということがあります。それではここからは量子コンピューターについて話をしたいと思います。非常に小型化をしていっているコンピューター、そしていくつかの原子ぐらいの大きさしかありません。ということで量子力学がおそらく非常に小さな領域で起こると予測される撹乱を最小化するだろうということが言われています。ノイズをキャンセルアウトすることができる。となった場合、この量子力学の法則を使ってもっとコンピューターを速くできるかということが出てきます。これは量子力学の撹乱とって喧嘩をするというよりも、それを受け入れて、そして演算に生かしていく方法を見つけるということでしょう。リチャード・ファインマン氏はこう言いました。誰も量子力学なんて理解していないということは自信を持って言えるということです。数学的な方法でよってのみ理解しうるようなルールがそこにあるのだということです。これまでの振る舞いとは全く異なるということです。新しい計算のリソースとしてエンタングルメントというのがあります。量子コンピューターにおいては、ペーター・ショールが我々のマスセンターで大きな仕事をしました。硬いハードな難しい問題というのが通常のコンピューターでは解決が十分にできないもの、量子コンピューターを使うと素早く回答が得られるということを示したのです。
で高速で因数分解を行うことができる。それから離散対数を使うということです。これまでのコンピューターであれば200桁もっと大きな桁になるとどうしていいかということが分からなかった。しかしそれができるというふうに言われたわけです。まあ、ただここで難しい問題となるのは標準のインターネットの暗号システムが解かれてしまうかもしれないということです。量子コンピューターを使うとそれが破られてしまう。そのためにインターネット上の商業が大きく影響を受ける可能性があるということです。では大規模な量子コンピューターというのは作れるのでしょうか。エンタングルメントを使うけれども外部ノイズに非常に弱いということが量子計算においては弱点となっています。波動関数が崩壊しそして量子計算が破壊される可能性があるわけです。ピーター・ショワーの実験においてもエラーがあるかもしれない。量子ビットを測定せずにそのエラーについてを最終的に修正することができるのではないかというアイデアが出されました。まあ、これでエンジニアリング上の問題が解決されるということになります。理論上はということです。そして5つのイオンを用いたイオントラップの量子コンピューターというのが今研究されています。これはこれまでよりも3倍のということになります。ではこれが本当にうまく機能するのかどうかという疑問が出てきます。でこれは非常に興味深い話です。量子コンピューターを作ることができれば物理の法則が大きく変わるかもしれないわけです。これまでのレンジで不合理なまでに有効であったこの法則がこれからも生きるのでしょうか。エンタングルメントがたくさん関わってくる中でこうした大きな変化が起こるかもしれません。どうなるかは分かりません。です。誰かが本当に作ってうまくいけばそこで初めてできたということになるわけです。物理学の法則について理解をする。それは機能するかどうかということを見て初めて分かったということになります。不合理なまでの数学の有効性の法則がそこでも真なのかどうかということです。ではこれから先どうなっていくのでしょうか。コンピューターの速度もそれからパワーもどんどんと増えていっています。で数学の研究というのは実験科学だと言えると思います。実際に実験をしてみるために非常に素晴らしいツールをコンピューターは提供してくれます。実際にやってみてそれで証明ができるかどうかということなのでこれからも新たなコンピューターと数学との関係が生まれてくると思います。数学的な証明をコンピューターを使って実際に試してみるということが可能になるのです。数学者も大きなグループで研究をすることができるでしょう。世界中でコミュニケーションしています。全く新しいジオメトリーが生まれてきています。それから一層幾何学また計算生物学などの分野も生まれています。また AI コンピューターは十分にスマートになって数学の研究を人の代わりにやるようになるのでしょうか。それも分かりません。たくさんの論文を出しているコンピューターというのも実際に存在しています。以上です。ということで、応用数学について説明をしましたが、それだけでなくベル研究所が下さった素晴らしい研究の環境に対してまたこの30年間の他の人たちの ご尽力にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。